で、いろいろ、その、甥っ子が育てたポケモンも見てたんだよ。あれ、お前、色違いは持ってないの？って、俺が、ふとしたタイミングに、聞いたわけよ。え、色違いって何？って聞かれたの。え、お前、色違い知らねえ。ギャラドスはさ、赤いギャラドスいるんだよ。そうなんだ。知らない。友達に持ってるやついねえんか。どれも持ってない。任せろ、じゃあ兄ちゃんがよ、おめえの好きなポケモン一匹よ、色違い捕まえてやるから、つって、お前何が一番好きなんだって言われたら、ウオーグルとかいうわけわかんねえ鳥のポケモンを指定されて、ちょっと後でみんなで、もちろんみんなから奪おうなんて気はないですよ。後で俺含め、みんなで一斉にウオーグル孵化大会やんない？で、たまたま、色違い引いた人が俺の甥っ子にプレゼントしよう。それどうかな？俺、一人の子供の笑顔のために、大人がちょっと頑張らない？そう、ちゃんと生まれた日が今日じゃなきゃダメなの。だってさ、嘘になるだろ。え？兄ちゃん、これさ、生まれた日さ、2026年未来なんだけどさ、これどうやってやったのって聞かれた時に、あ？それ？時計バグらしてやったんだよって言えねえじゃん。それなし。ちゃんと正々堂々、やりたいわけ。だからみんなに、お願いがあるんだけど、できれば親名も加藤純一に変えてほしいわ。で、なんとかしてさ、で、子供のためだよ。これ俺の私利私欲じゃないよ。一人の子供の笑顔にするために、なんとか純一に変えてくんね。最初はね、ドラパルドがいいって言われたんだけど、お前バカ、うちのばあちゃん殺したのドラパルドだからやめろって言ってやめさせた。おめえな、ばあちゃんいただろう。去年までばあちゃん生きてただろう。あのばあちゃん殺したのドラパルドだからやめなって。ちゃんと教育しました。あ、そうなんだ。じゃあ、ウオーグルがいい。え、ちょっと待って、俺ポケモンどこ行った？え、盗んだっしょ、おめえら。やべえ。すごいまずい。これはマジでまずい。俺どこにしまった、ポケモン。俺てかポケモンダウンロードしたわ。そうだ。俺、スイッチに入ってんだ。危ね。おかしいと思った。嘘つくなよ。そうだ。俺スイッチに入ってんだ。インストールバージョンで買ったんだ。ああ、よかった。親名、正金でもいいか。バカ、めちゃくちゃ喜ぶぞ。俺、そしたら嘘ついて正金からもらったって言うから。あ？なんかよ、おめえのためによ、正金も動いてくれたよ。お兄ちゃんが頼んだら正金がやってくれました。嘘つくよ、俺。名前、ヒカキンにして。ああ、ヒカキンにして。でも、ちょっと大人になったらさ、悪人って最近気づいてきてんだよ。多分、兄ちゃんはヒカキンと友達じゃないってことに、うすうす気づいてきてんだよ。俺言ってんの、かたくなに。あ、お兄ちゃんヒカキンの友達だよって言ってんだけど、うすうす気づいてきてんだよ。だそこはあんまり、掘り返さない方がいい気がする。最初、飛行のロトムにするって言って、なんで飛行のロトムにするのって言ったら、兄ちゃん知らないんだね。電気飛行だから地面が効かないんだよって言って、お前すげえな。お、モコって知ってる？お前モコより強いよ、すでに。あいつもモコより強いんだよ。ってことは実質チャンネル登録者数100万人だよ。弱い7歳にして。もともと冬バカ、もうガブリアス型破りをご存知でないの、お前ら。お前7歳児に負けてるよ、雑魚が。オッケー。で、もうメール来てる。早すぎじゃね。色違い、もしもし、フライングで申し訳ないんですけど、早速出ちゃったんですけど。よし、みんな終わった。ありがとう。すごく、俺もやっぱ一生懸命。めっちゃ申し訳なさそう。フライングで申し訳ないんですけど、出ちゃったんですけど。おい、ざけんな。俺が一肌脱ごうとしたのに。なあ。へえ、こんな色なんだ。これ喜ぶぞ。ちょっと LINE しとこう、今。おい、捕まえたぞって。兄ちゃん頑張ったぞ。 LINE しとくわ。もう寝ちゃったかな。9時半か。ちょっと電話していい？ちょっと電話していい？ちょっとこれはやっぱみんな、相手の声は聞こえねえからな。ちょっと待って、寝ちゃったかな。
ダメだ、寝ちゃってるわ。これはちょっと見てみようぜ。かっけえ。これでも気づいてくれるかな、色違いってことに。ねえ、どっちが色違いだこれ。やべえ、かっけえ。5番道路で帰りで、あ、ちゃんと孵化させてくれたんだ。2020年2月3日。これは喜ぶぜ。ほんでよ、しれーっとマスターボール持たせてやろう。これがいいわけよ。あ？それ兄ちゃんからのプレゼントだよ。これしれーっと持たせるわけよ。これが一番喜ぶの。子供なんて。子供の頃何が一番嬉しかった？マスターボールが一番嬉しかっただろう。それでいいわけよ。マジでありがとう。これは本当に何かで返すわ。待ってね。やばい。わしもしの色違いが 1,2,3,4,5。 あー、6匹。おい、6匹。わしもしの色違いもう必要ねえから、いいよ、その辺に逃がしといて。あんましつこく言うなよ、俺に。気損ねんなよ。せっかく気分よく配信してんだから。食べちゃっていいよ。怒らせるなよ、俺を、あんまり。動物、自分たちのエゴで動物捕まえてさ、ポケモンだからというのを言い訳に、孵化させて無理やり交配させて、どうかしてるぞ。昔の気持ち思い出せ。